はい、今日もイザヤール占いやっていきましょう。あなたに損はさせませんよ。今日からついにイベントマッチが始まって、勇者杯のオンライン予選が4日間ある感じですね。1日3試合して、ポイントが高い人が二次予選に進むと。はい、今回の決勝はさすがに観客なしの放送だけになるかなと思いますが、まあ開催されるだけマシかなと思いますが、詳しい情報はまだわからないと。スファイターも意外と早いか。最初イザヤール来てもなって感じなんだよね。なんか、あ、いいね。三丁イザヤールで行こう。お手に任せて。うん、いいね。三丁。ファンフリー、イザヤールでもいいし。イザヤールは後で出したいね。せめて、ユニットが1体か2体いるような状況で。とっておきをお見せしましょう。あ、レッドプレデターいいよ。私はもう戦えない。とりあえず三将が生き残れるかどうかだな。行くわよ。さあ、なんか出しちゃう？うわあ。アンヌシア姫。さてと、めんどくさいやつが来やがったな。私のターンです。あれだ、これだと、あ、ヤンガスに来たが、まあ、ヤンガス、イザヤールで特技ダメージ無効っていうのが一番効きそうだけど、どうかな。お、悪いだけだ。いいね、これは素晴らしい。全部出してみたいな感じにしたい。サイコロが一番嫌だけど、床からの、そうだね、劇場からの来そうな気がした。3点与えてくる。さあ、運命を切り開くわよ。息の根止めてやる。いやー、3点きついな。しかもこれ生き残っちゃうのはちょっと腹立たしいよな。メラゴが欲しくなるね、これ。手置きをお見せしましょう。次も何出しても3点。あー、いいやつが来た。これは嬉しいな。一応隠してみる。俺は未来の大盗賊だぜ。任せときな。とっておきのお宝だ。得意ダメージ無効とか欲しいところだな。あー、でもね、結局指導が出てくるから厳しいか。いや、これ1点上げるありだな。回して、HP が出てくれれば。あー、でもサイコロン出てきたら欲しい。あ、 HP 出てこないわ。そうだ、回してからの方が良かったな。しまった、結局3点くらうから一緒か。あー、神風があるじゃん。うめえな、両方やっつけるってことか。切り裂いて。どうすんだこれ。して1点ダメージ与えるか。神風から来るとはな。打つか。打ってくれた方がこっちは嬉しいか。打たない。なるほど。うめえな。もっと他に打ちたいやつがいるということですよね。あれ？さてと、ルイーダにするか。上げておくか、どっちかだな。上げておこうか。私はあなたと強くなるわ。次ルイーダ入れても、いやー、でも5ターン目ですよ。6ターン目に変なのが出てくるからな。逆に困っちゃうな、これは。レッドプレデターがまだ1位。ああ、うまいね。占いから
回しまくれば、その次にめっちゃ回して指導回してくるってやつだからな。これ腹立たしいんだよな。また一からやり直しだぜ。お手合わせよろしくお願いします。めんどくせえな。見える新たなる未来の姿が。倒してルイダーにしようか。とっておきをお見せしましょう。使わされてる感じだよねこれ。まあいいか、倒してルイダー。勇者の使命を果たします。あ、そうするとサイコロンが先にやってくるのか。これめんどくさいな。それはそれで変わったのか。まあまあでもいいか。仲間を集めるなら私に任せて。サイコロンが来るとめんどくさいね。指導ならいいんだけど。もうルドマン、ルドマンは？さて、ゲット1ベッド、あ、まあどうでもいいなこれ。でも全体的に強いから。お、そっち先にした。それだと僕は生き残るチャンスが出てくる。お手に任せて。くそー、倒したいな、倒したいな、倒せるが倒したいな。ハンフリーでいいでしょう。闘志なら全力で戦うのみだろ。これを飲むと調子がいいんだ。これやると倒されて終わりだが、ハンフリーの方は残るか。これを倒してで使ってしまう。そうするとサイコロン効かないからそれもいいね。おっと、のんびりしていられませんぞ。私がみんなを守る。ルドマンがいまいちなんだよな。私の力だけだと。おっと、これが限界。やれることはやってしまいましたな。行くわよ。さあ、なんかやるやつあるか。サイコロンが効かないっていうところがポイントだと思うんだが。どうする、どこに当てる。ぶっ壊すんだ、新しい世界を作るために。マンドローしたかったという感じか。銀のタロ。あー、でもう一回打てれば次4点打てるからってことか。なるほどね。イザイアールで行きたいな。まあ、とりあえず倒す。からの回復。ねえねえ。ねえねえ。ウィザヤール。特技ダメージ無効、特技ダメージ無効出ろ、特技ダメージ無効。天使イザヤールが相手をしてやろう。今こそ好機。これ一どうしようかね。回復にしよう。これで大丈夫ですよ。回すか。のんびりしていられませんぞ。でまた、ダメージが少ないってやつが出てくれば。あー、でもあれが出てくる可能性があるんだよな。なんだっけ、宇宙じゃなくてめんどくさいやつ、1点のやつ。全体1点が出てくるとめんどくさい。そうだよね、出てくると思ったわ。プラスサイコロン、
いやー悔しい、これ見せてやるぜ俺たちの必殺技をな。悔しいなー、それ以外だったらなんとでもなるんだけど。あ、当たんなかった、なんでだ、銀のタロット。え、今なんで当たんなかったんだ、得意ダメージ無効でもないのに。間違えた、あ、違うか、僕に当てたのか、なるほど。あ、次太陽でいいからってことか、なるほどね。太陽やられないために何かをしたいな。真実を見極める、覚醒いいね。どっちから行くかな。元気になってください。よっ。くらえ。これはどっちでもいいな。回すには。回すにはちょっと余りすぎてんだよな。回復使っちゃおう。られませんぞ。これで大丈夫ですよ。行くわよ。さあどうする、ネットプレデターも使えるし、もう一回宇宙来るかからのサイコロン、サイコロンか。私もまだまだだな。サイコロン叩くか、うめえな、ぴったりだ。あー耐えた、よし、これはなかなかうまいね。あー耐えたと思ったけど耐えてくれない。やるじゃないですか。いやでもこっちも回復あるから割と耐えられるっすよ、耐えられる。道具カードもいいな、まだあるのか。これがね、レッドプレデターをいかに生かすかっていうところがポイントだと思うんだよね。冒険していた頃を思い出すな。これを受け取ってくれ。そっちじゃないんだよな。レジェンド本出したいな。いやーこうなるとビアンカが欲しいね、ビアンカが。あなたの進化を見せてください。レッドプレデターをやられないように出したいんだが、なんか方法あるかな。もう5点とか溜まってる、うわー強いなー、6ダメまで溜まってる。ということはレッドプレーターいつ出しても7点やられちゃうってことか。うわー強い。あー 最終的にタロットフリングがあるのか。向こう太陽が効かなければ、何点、6点、7点。うわー強いよ。しかも倒せない4点っていうのがすごい嫌だな。もうレッドプレデターで行くしかない、倒されたとしても。お化けパラソルもいいね、まあ、仕方ないよな。ほら、仕方ない、これは。あれ、あなたの進化を見せてください。ショットとかなんか来そうだからな、強すぎる。タロットフリングとか来そうだもんな。耐えてくれればこの覚醒の巻物でなんとかなるか。
6も回復したんか相手。回せなければチャンスはある。ヒント。僕に2ダメージ。うまいなぁ。インプから銀太郎で引けるんだ。で、これは殺せるか？どうだ？ 7 点出るのか？サイコロンと足せば出そう。あ、もう無視した。ということは、これは倒せないから、次に回した時にこれを倒したいってことか。それやらせなければ。2回はね、一旦に2回はいけないんですよね。でもう本体に行って、なんとかしようっていう計算か。こう次7点入るからって思ってるでしょう。思ってるでしょう。それやらせないぞ、僕は。まずこれをやっつけないと話にならない。なので、テンション上げる。勇者の心、ボケパロスでこれをつける。まあ太陽の可能性あるか。回す。さて、とっておきのお宝を。覚醒の巻物。で、回復する。これで大丈夫ですよ。おっと、のんびりしていられませんぞ。あなたの進化を見せてください。これで大丈夫ですよ。あ、レッドプレデターが生き残ればなんとかチャンスはあるが、さあどうだ。まだ宇宙があるか、宇宙があるか、宇宙じゃない。あー、そんなもん持ってんだ。普通入ってねえだろうそれ。ちょっとでも代わりに何かいいのを引く。よし、ぶっ壊すんだ。新しい世界を作るために。全ての未来を手に入れるわ。太陽のタロット。めー。燃えなさい。やるじゃないですか。しっかりして。全ての未来を手に入れるわ。さあ間に合うかどうか。僕がこれを倒して。ローいいね。まだまだ若いもんには負けんぞ。あれ、おい、出番じゃぞ。あれ、おい、出番じゃぞ。どうする、これは。なんか引き抜くしかないか。勇者の目。ブラバニか。神様もいいけどね。あっ、おっと、のんびりしていられませんぞ。さて、どうしましょう。このこれがすごい役に立ちそうだけど、さあどう来る。あー、まさかフーラ？フーラさんあるの？今フーラ来ると辛いんだが。でも5枚だけなら耐えられそう。うわー、きつい。そんな、アンヌシアさんとどう戦えばいいのかな。恵みの力あふれる。あー、でも耐えられないか。ここに何点あるの、これ。8点あるんだ。耐えた、ギリギリ。よし。
どこに当てる？見せてやるぜ、俺たちの必殺技をな。そらそうだよな。さてこれを耐えるにはどうしたらいいんだ。僕は闇上げで一掃するか。まずこれを倒さないとどうしようもない。ブラバニで倒して、使わないとしょうがないな。勇者の盾。でブラバニからしていられませんぞ。はどれや。さあ回復が間に合うか。頼む行くわよ。回さないでくれ。ダメですか、ダメですか。2点入ると終わるか。1点なら耐えられるが、2点入ると終わる。インプで終わりだー。くそー、外れろ。あ、外れた。よし。よし。すべての未来を手に入れるわ。太陽のタロット。いやー、悔しい。死んじゃうんだ全部。しっかりして。いや、やまったか。これは悔しい。結局インプで終わるか。あ、でも回せば回復が出てくる。なんだよ、こいつらを倒して回してって感じか。バババがいいな、これは。なかなか強い。さあ回復がいっぱい出てくれ。回復がいっぱい出ないと耐えられません。回復5枚。これで大丈夫ですよ。おっと、のんびりしていられませんぞ。これで大丈夫ですよ。よいしょ。さあどうだ。さてどうしよう。なんとかなるか。10まで来た。相手はいくつ。相手は9ダメまで来てる。こいつらをやっつければなんとかなるのか。スタミナいいね。まずこれをやっつけて、スタミナでこっちをやっつけて、9点。あー、でもタロットフリングがあると終わりなのか。どうしようもないな。なんか真実を見極める。63、金縛りいいな。ちょっと少し動かないでください。あれ、おっと、のんびりしていられませんぞ。1点届かんか。さ
さあどうなる、私のターン、ね、さあどうなる、デッキが尽きちゃった、タロットフリングがあったら向こうの勝ち。あーギリギリ勝った、すげー。もっと夢占いの修行しなくちゃ。死闘でしたいやー指導なかなか強いね。でもギリギリ耐えたね。回復が3つ出たのが良かった。素晴らしい。ナイスゲームだったと言えるでしょう。